レグルスは、シシザアルファ星、シシザで最も明るい恒星で、全点21の一等星の一つ。一等星の中では、最も暗い。ほぼ王道上にあり、高回位置の計測の基準となる、常用構成となっている。4個の星が、角2個のペアになって、互いに回っている、多重連星である。主星は、B 型主系列性、または準拠性に分類され、 中心核の水素の核融合を終える段階にある。主星からわずか0.35 a u 離れた位置に0 3対応質量程度の白色矮星があり、40.11日の周期で互いの共通重心を回っているとされる。この万星の質量は白色矮星の加減値を大きく下回るが、巨星へと進化する過程で構成する物質が現在の主星に移動したものと考えられている。 もう一方は、HD87884 と呼ばれ、太陽より暗く小さい K 型主系列星と M 型の赤色 Y 星が少なくとも 97AU、離れた軌道を880年以上かけて、互いを周回している、連星系である。二つの連星系は少なくとも 4200AU、離れており、125000年以上かけて回っている、ものと考えられている。 アメリカカリフォルニア州ウィルソン山天文台の高学干渉系施設でレグルスの大きさ、形などの観測が行われ、その結果及び他で行われたスペクトル観測、コンピュータによるモデル計算によりレグルスの形が明らかになった。その結果、レグルスは高速で自転しているために赤道部分が遠心力で膨れ上がり、赤道半径は極半径より30%も 大きいことが分かった。そのため、極の温度は15、摂氏100度なのに対し、赤道部は10、摂氏000度しかない。レグルスの時点軸は、天の北極より86度も傾いている。しかも、レグルスの固有運動の向きは、その時点軸の向きに一致している。時点速度は、秒速3 0 0トルを超え、所要時間は15.9時間である。時点速度が、 あと16%早ければ、遠心力が重力を上回り、レグルスは崩壊してしまうだろう。一等星の中で最も王道に近いため、定期的に月による食が発生する。非常に稀ではあるが、惑星によるレグルス食も発生する。前回は、金星によるレグルス食が1959年7月7日に起きた。次回の惑星によるレグルス食は、 85年後の2044年10月1日の金星によるレグルス色の予定である。他の惑星によるレグルス色は交点の位置の関係上、ここ2000から3000年の間は発生しない。学名はアルファーリオニス。レグルスはラテン語で王という意味である。これはもともとシュメールやバビロニアに起源を持つギリシャ語で王を意味する。 アルファーシグマイオタラムダイオタシグマカッパに由来する。古代ローマではギリシャに習って王の星を意味するステラレギアと呼んだ。時代は下って中世にアラビア語から訳されたアルマゲストでは王を意味するレックスと記されている。レグルスという表記が初めて登場するのは1522年で交換この呼び名を初めて使ったと言われるニコラウス・コペルニクスの 研究の回転についてよりも20年以上前のことである。2016年6月30日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループはレグルスをシシザアルファー製の固有名として正式に承認した。なお、英語読みはレギュラスである。別名のコルレオニスはラテン語でシシの心臓を意味する。この名もレグルス同様に キリシャ語のアルファローデルタイオとアルファラムダイプシロン、ニュータウンに由来する古い呼び名である。ありがとうございます。